ビットリオ・エマヌエー2世、ビットリオ・エマヌエール2世、1820年、3月14日から1878年1月9日は、サルデーニャ王国の最後の国王、在位、1849年から1861年、後、イタリア王国の初代国王、在位、1861年から1878年、サルデーニャ王、 カルロ・アルベルトとトスカーナ大公女、マリア・テレーザ・ガズブルモイコール・トスカーナの長男として、サルデーニャ王に即位する。父から引き継いだイタリア統一戦争に終止符を打ち、リソルジメントを成し遂げたことから、王国の国府、と呼ばれた。ビットーリオ・エマヌエーレ2世は統一イタリアの象徴として国民から敬愛され、王の頭文字、ビットーリオ・エマヌエーレレ・ディタリア、イタリア王。 ビットーリオ・エマヌエーレと呼ばれた。くしくも、イタリアロマン派の音楽家、ジュゼッペ・ベルリの名前と合致したことから、統一戦争の頃には両者を称えて、の言葉イタリア全土で流行した。1820年3月14日、サボヤ王国の首都トリノにおいて、王家であるサボヤ家の一族として生まれた。ビットーリオの父、カルロ・アルベルトは、サボヤ家支流で、 カリニアーノ・コートン・マーゾ・フランチェスコを外する、サボイアイコール・カリニアーノ家の当主であった。サルデーニャを、ビットーリオ・アメデオ三世の息子たちは男子に恵まれず、カルロ・エマヌエレ四世、ビットーリオ・エマヌエレ一世、そして、マッテイ・カルロ・フェリーチェと兄弟間で王位が継承された末、サボイア本家は断絶した。そこで、サリカ法を取るサボイア家の継承法に基づき、 存続していた文家で、最も本家と近かった、サボイアイコールカリニャーの家のカルアルベルトが、サルデーニャ王となった。同時に、まだ幼少であったビットーリオと、弟アルベルトは、王子の称号を与えられ、王宮や母方の祖父である、トスカーナ大公フェルディナンド三世の下で、友時代を過ごした。1842年、父方のオバマリーア・エリザベッタの娘、マリーヤアデライデと、 イトココンを行う。オバノ夫は、ハプスブルク家の皇族であったロンバルド・ベネト複王、ラニエリ、ライナー、ヨーゼフ大公であり、一族の結束と政略結婚の双方を意図していた。ナポレオン戦争後、政党主義に基づいた秩序で支配されていたヨーロッパに1848年革命という大動乱が巻き起こった。 特に民族の牢獄とも呼ばれた多民族国家であるオーストリア帝国への影響は効く。これを契機にして、ロンバルド・ベネト国内で反オーストリア人、反ハプスブルク家の反乱が全土で発生した。民衆と軍の双方から起こった反乱はしわたたく、間にミラノとベネツィアをさ、ミラノの戦い、若き日のガリバルディも加わっていた、反乱軍は、 英国からの分離とイタリア人によるイタリアの統治を求めた戦いを始めた。しかし、共和主義者と結びついていた1848年革命の軍勢への支援は、君主国家にとってデメリットが大きく、周辺国の反応は及び腰であった。そんな中、サルデーニャ王、カルロ・アルベルトは唯一、反乱軍への公的支援を約束して、軍勢を出陣させた。 この時をもって、イタリア統一戦争の火蓋が切られた、第一次イタリア統一戦争。ビットーリオも、王大,大使として、軍の一翼を預けられ、パストレン後の戦いと恋との戦いで浮き足立つ、オーストリア軍を打ち破り、兵士と商工団を捕虜にした。反乱軍の完成とともに、ミラノへ入場したサルデーニャ軍であったが、ここで、父、カルロ・アルベルトは、 共和主義の反乱軍の市民を疑い、同盟軍の交流を拒否するという愚行を犯した。やがて、体制を立て直したオーストリア軍が倍近い数で攻め返してくると、カルロ・アルベルトは反乱軍を置いて単独で出陣してしまう。ビットーリオも参加したクストッツァの戦いで、サルデーニャ軍は優先するものの敗れ、ミラノに交代を強いられた。そしてここに至っても、ガリバルディア・マッツイーに マニンラ共和派を信用しないカルロ・アルベルトによって、反乱軍とサルデーニャ軍は、格好撃破の浮き目を見る、ノバーラの戦い、ブレシアの戦い、ベネツヤの戦い。戦争終結後、権威を失墜させたカルロ・アルベルトは存命中の、大尉という屈辱を受け入れ、ビットオリオ・イマヌエーレに王位を譲った。ビットオリオは三代前の君主の名をもらい、 ビットリオ・エマヌエーレ二世として即位し、南極の最中にある王国を率いていくことになる。1852年、カブール及びチェダレンゴ及びイゾラベラ伯爵、カミロ・パオロ・フィリッポ・ジュリオ・ベンソ、通称カブール伯もしくはカミロ・カブールだが、カブールは、爵位名であり、生ではない。生はベンソである。を、王国最相に任命した、エマヌエーレ二世は、統一事業をいかに進めるか。 対策を協議することになった。カブールの下で諸外国との入念な根回しが進められ、また先の反省から、共和勢力とも一定の距離を置きつつも協力が図られた。翌年にロシアとオスマン帝国という東方の大国同士が衝突を始めると、ロシアの南下に危機感を抱いたフランスイギリスがオスマン側に立って参戦し、クリミア戦争へと発展した。サルデーニャ王国は、 英仏への支援という名目で一万五千名の遠征軍をクリミア戦争へ派遣する決定を下した。当初、外交政策に力を入れていたカブール自身はオスマン側の勝利や外交的意義に疑問を抱いており、むしろこの遠征を強く進めたのはビットーリオエマヌエーレニセイの方であった。到着したサルデーニャ王国軍は最大の激戦区となっていたセバストポリ王塞への 総攻撃に投入され、無傷の増援部隊は、疲れ果てていた、英仏土軍にとって、貴重な援軍となった、セバストポリの行為。要塞陥落後、フランスにおける、皇帝記念日であり、サルデーニャにおける、聖母飛翔天の祭日である日に、ロシア軍の奇襲が行われたが、サルデーニャ軍は、ミハイル・デミトリビチゴルチャフ将軍の攻撃を防ぎ、ロシア軍陣地へと押し返す功績を残した。 想定以上の活躍を見せることに成功したサルデーニャ軍であったが肝心のクリミア戦争は実質的に痛み分けという結果に終わった。外交面ではフランスやイギリスとの友好関係を高めることはできたもののこの時点では具体的な支援を約束するまでには至らなかった。だが英仏との協力関係加えて同戦争でのオーストリアの孤立は後に カブールによるプロンビエールの密約への足がかりとも、なった。協定で、オーストリアに打撃を与えるためにフランスは、サルデーニャを支援し、またサルデーニャは参戦の口実となる相手からの、回戦を引き出すように求められた。予定通り、ロンバルディアとベネトを平定すれば、サルデーニャが同地を併合、見返りにニースとサボアがフランスへ譲られる約束と、なった。1859年、 万全の体制を整えたサルデーニャ軍はついに11年前の復讐を果たすべく行動を開始、総動員令によってオーストリアを挑発し、相手にも総動員令を発動させることに成功した。開戦時点でサルデーニャ軍7万名に対してオーストリア軍は24万名を超えており、フランスが先の密約に従って15万名の援軍を送っても、 まだ両軍を上回る戦力を有していた。しかし、想定していなかった増援に混乱する、オーストリア軍は、モンテベロの戦いで、数的有利を生かせずに敗退。さらにガリバルディラ共和派の義勇兵が、アルプス両兵隊を結成すると、オーストリア軍は、バレーゼの戦いで彼らにも敗れ去った。勢いに乗るサルデーニャ・フランス連合軍は、オーストリア軍を、サルデーニャ国境から追い払うと、 そのままロンバルディア兵定をかけた戦いに臨んだ。ソルフェリーノの戦いで、サルデーニャフランス連合軍は激戦の末にオーストリア軍を破り、オーストリア軍はロンバルディアから敗走していった。歓喜に湧くサルデーニャ軍であったが、予想以上の戦果と、自軍損害におののいたフランス皇帝ナポレオン三世は、ロンバルディアのみをサルデーニャへ割上する形で戦いを、 終わらせようと単独交渉を始め、1860年3月、やむなくビットーリオエマヌエーレ2世は、鳥の条約を締結、フランスを経由する形で、ロンバルディア領有をオーストリアに認めさせるのを優先した。しかしその上で、協定違反として、ニースサボアの割動をフランスに取り下げさせることにも成功、またこの、フランスの裏切りとも呼べる行為によって、 イタリア統一の機運が高まり、それまでサルデーニャ王国へ反抗的な態度を表していた中部のパルマ公国、モデナ公国、トスカーナ大公国が住民投票の結果サルデーニャ王国への合流を決定した。サルデーニャ王国は強行領、レガツヨーネ地区を占領して、先の3公国と合わせて併合し、中部イタリア連邦を樹立させるなど、大化を獲得した。 あとに、ビットリオエマヌエーレ2世は、ニースサボアの割上履行を条件に、中部イタリア連邦の併合をフランスに承認させ、中部イタリアの大部分を併合した。ベネと領有はならなかったものの、サルデーニャ王国は大きく、領土を拡大、イタリア地方の3分の1を支配する大国として、存在感を増していった。イタリア統一は目前に迫りつつあったが、 強硬量の残余と両シチリア王国に対する処遇をめぐって国内は対立した。ビットリオイマヌエール2世が結論を出す前に行動を起こしたのがガリバルディであった。彼はアルプス両兵隊の一部を再編して赤シャツ隊を創設すると両シチリアの農民反乱軍を支援するべくシチリア島へ密航した。現地で駐留していた両シチリア軍を追い払い、 農民の反乱軍をまとめ上げたガリバルディは、シチリア全土を占領して、シチリアの五民間への就任を宣言した。そのまま、本土部分へ乗り込んだ、ガリバルディ軍が、王トナポリに入場する勢いを見せると、共和勢力の拡大を恐れたビットオリオエマヌベーレ2世は、自らも両シチリアへの進軍を決意した。その過程で、強行領は、ローマを残してすべて没収したため、 教皇からビットオリオイマヌエーレ二世は破門処分を受けたが、今や、教会の破門に情勢を動かすだけの力はなかった。教皇領接種を終えると領シチリア軍との決戦に、望み、ガリバルディ軍と共に、これを撃破して、領シチリア王国を滅ぼした。事実上、ベネト以外のすべての地域が、イタリア人支配者の下に置かれたとになるが、今度は、 共和派と王党派という対立の再燃が危惧された。サルデーニャ軍とガリバルディ軍が睨み合う中、テアーノでビットーリオイマヌエーレ2世はガリバルディとの会見に応じ、ガリバルディは越見の場で、ここにイタリアの王がおられるのだ。と宣言すると、すべての領土をサルデーニャ王国に献上した。ガリバルディの決断によって最悪の事態は回避され、 ベネトとローマを除くイタリアの大部分が統合された。1861年2月18日、サルデーニャ王国の王とトリノで第1回イタリア国民議会が開かれ、一堂に会した有力諸侯や政治家は全会一致でビットーリオエマヌエーレ2世のイタリア王への即位を受けたまわりしたイタリア王国。王国の首都は投票によりフィレンツェとされた。 イタリア王国成立後も、オーストリア支配下に留まった、ベーネトや南チロルなどの領域、未回収のイタリアの統合を求めた、イレデンティズム、民族、統一主義が掲げられ、統一戦争の継続が模索された。1866年、プロイセンが南ドイツからのハプスブルク家法地区を目論んで、広島戦争を開始すると、イタリア王国はプロイセンと同盟。 イ・ヒロシ同盟を結んで、オーストリアの先端を開いた、第三次イタリア独立戦争。これは、サルデーニャ軍を中心に両シチリア軍、中部諸公軍、強行軍を統合して新たに結成された、イタリア王国軍の最初の戦争であった。結論から言えば、統合から数年後に過ぎない、状況下では、王国軍の整理統合は、十分に進んでおらず、特に指揮官階層が、 サルデーニャ王国軍出身者で独占される状況は、軍内に多大な不和を招いた。サルデーニャ罰の筆頭であったサルデーニャ王国軍の下、総司令官元帥は、12万名からなる民旗を、方面軍、イタリアンミオアーミーを率いて、ベネトへ進軍した。初戦は、順調に、ベネツヤ目前まで攻め進み、迎え撃つアルブレヒト対抗式のオーストリア南部軍7万名と、 因縁の地、クストッツァで再戦した。民気を方面軍は、足並みが揃わず、致命的でこそなかったものの敗北を喫する結果に、終わった、伊川八千8147名、大川五千5650名。同時期に行われた、立差海戦でも海軍が手痛い敗北を味わっており、エマヌエーレ2世は、軍の統合が進んでいないことを痛感することとなった。唯一、 ガリバルディが召集したノミガベツェッカの戦いで勝利を収め、トレントに向けて進軍していた。しかし、クストッツァとリッサの敗戦により、戦線の立て直しが必要となったため、ビットーリオ・エマヌエール2世はガリバルディに撤退を命じた。戦争は、プロイセンの攻勢により、オーストリアが降伏し、イタリアは戦勝国に収まったため、ベネトはイタリアに割譲されることとなった。 エマヌエーレ二世とガリバルディの微妙な不和は続き、ローマ戦闘ともに絶望しながらも、諸外国の情勢から動かなかったビットーリオエマヌエレ二世に、対して、ガリバルディは、個人的義憤として、ローマ占領を計画した。ビットーリオエマヌエーレ二世は、ガリバルディと彼の部隊に武装解除を求め、ガリバルディがこれに従うと定調に、根拠地へと送り返した。年、プロイセンは、 フランスと戦争を開始し、不仏戦争、強行領の外交的後ろ盾は消失した。ビットオリオイマヌエーレ2世は慎重に時期を待っていたローマ占領を実行に移し、これでベネトローマ併合というイレデンティズも最大の目標を達成して、自らの統一事業に区切りをつけた。1871年7月2日、クインナーレグーを新たなサボヤ家の王宮として接収し、 これをもって王都は、フィレンツェからローマへと戦とされた。晩年のエマヌエーレ2世の統治は、立憲議会の監督など、比較的穏やかで静かなものへと変わった。前妻の病没後は、ローザ・テレーザ・ベルチェラーナ・ナグエッリエルという目かけと、生活して、死生児、エマヌエーレ・アルベルトを設けた。アルベルトには、ミラフィオーリ及び、フォンタナ・フレッダ伯爵の称号と領地を与えている。 死の直前には、教皇ピウス旧世からの和解の使者を突き返している。1878年、57歳で波乱の人生に幕を下ろし、意外は古代ローマ時代の多神教信仰における、中心地であったローマ市内のパンテオ・マン神殿に埋葬された。マン神殿への埋葬は、ローマカトリック教会との対立から、1148年に死没した。 アメデオ三世の時代から伝統的にサボイア家が埋葬地に選んで期待の正式な埋葬が行えなかったことに対し息子ウンベルト一世が発案した父への計らいであった。しかし結果としてヤファワやイエスの下に葬られた歴代当主と異なり破門された異端者であるエマヌエーデ二世はそれらと同格の神として大きな式典によって葬られたのである。 リソルジメントが神話化していく過程で民衆の間でも、エマヌエーレ二世の墓所を参拝するなど、民間信仰化の動きも見られた。1911年、ローマ中心部に、エマヌエーレ二世を祀る聖堂、ビットオリオ・エマヌエーレ二世記念堂、アルターレ・デッラ・パトリアが建設され、エマヌエーレ二世には、国府の称号が追贈され。1842年、 ハプスブルク家のライナー・ヨーゼフ、ラニエーリ大公、神聖ローマ皇帝レオポルト二世の子の抜子で、十枚にあたるマリア・アデルハイと、マリア・アデライデと結婚し、八子を設けた。1869年11月7日、愛称、と再婚。一子が成人した。他に何人ものかけを抱えていたとされており、楽園を自称する者が絶えなかったという。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。